Please. 若者は体がよく動いていいの。こんなにすぐ見つかるとは。仙人。その二文字を他人から言われたのは久方ぶりじゃ。ばあやが仙人かどうかはもう分かっとるじゃろ。分かったような分からないような。でもおばあちゃん、この鈴持っていっていいのか。変だと思わない？元王帝君にあんなことがあったばかりなのに鈴を取りに来るなんて。おかしな子じゃ。今までこのリーウェ校からどれだけの仙人が去り、その度にどんな波風が立ったか知らないじゃろう。しかしそのどれもがしきたりに従って操船儀式を行ってきた。犯人探しばかりして操船儀式をおろそかにするなぞ本末転倒。今この時鈴を借りに来た者が現れたのは、きっと旧友の誰かが耐えきれなくなったからじゃろう。Right? だからばあやは鈴を渡す。当然じゃ。Can I keep it? Do I? That's a weird answer. What if your friend doesn't return it? おい、これはおばあちゃんのだぞ。用事が済んだら返さないと。素直な子じゃ。欲しいならそのまま持っとるといい。I have a reason. I don't know if it'll like... この鈴は寂しがり屋でね。いつの間にかこっそりばあやの元に戻ってるかもしれないよ。True. But like, the reason... I know the choices in this game doesn't really affect the storyline. Except for like that one daily commission for Timmy. But, you know... I don't know, man. I just don't trust anyone. 鈴は渡したし、おゆき。それと、あなたたちにお使いを頼んだ人に、で、時間があったら、お茶をしに来てほしい。ばあやの持ち物は少ないが、急須くらいは持っておる。の、伝えておく。ありがとな。I'm right, bro. Oh my dude, my head. Holy dude, yo. Wait, what? Oh, bro, my head, my head. Oh my god. this game. If only this game isn't... Dude. Oh my god. ああ、確かに先人の鈴だ。一緒に高校も置いておこう。仙人。怪しいぞ。でも言いたくないなら今は聞かないでおいてやる。そうだ、おばあちゃんから伝言を預かってるんだ。時間があったらお茶をしに来てほしい。ばあやの持ち物は少ないが急須くらいは持っておるってさ。Oh my dude! Oh my god! Oh my! その口調似合わないな。しかし彼女の急須は確かにいいものだ。時間があったらいい茶葉を持って彼女に会いに行こう。Oh my god! Yo, Paimon's impersonations are the best. それで儀式にはあと何が必要なんだ？ああ、次はタコを買いに行くぞ。タコ、一緒に遊んでくれるのか？まさか休憩時間？違う。タコは子供のおもちゃだが、リーウェの儀式においては他にも象徴的な意味合いを持つ。詳しくは後で説明する。
まずはタコを手に入れよう。 So we're going to the toy seller, right? よくわからないけど、わかった。お客さんもう来たのかい？予約していた7枚のタコはできてるよ。もう受け取るかい？ああ、頼む。この時期にこういうタコを買うお客さんは珍しい。昔だったらちょっと特殊なお客さんが買いに来てくれたけど。勝利は王城堂の家系だから、そういった事情にも詳しいよな。それに、旅の途中で勝利はいろんなことをいっぱい教えてくれた。なあ、リーユェの人々が大好きな経済や政治の話もわかるみたいだけど、それより。そういう面白いことを。お前たちと共有したかったからだ。子供のおもちゃは面白いものだからね。私も子供の笑顔を見るのが好きだけど、それとは別の思いもあるよ。子供はいつだって精巧なものを好きになる。しかしこの精巧も1000年以上の積み重ねであり、その裏にはちゃんと意味が存在している。私はリーユェで40年タコを作ってきた。だからどんな様式のタコもよく知っている。お客さんが注文した7枚のタコ、その意味は普通とは異なるものだ。その通りだ。これは操船儀式に使う飾り物。7枚のタコは七神を象徴する。風神に捧げるタコの模様は自由に色を塗らせてもらったよ。元神に捧げるものは契約通りに描いた。この模様は古くからあって黄金屋でも見ることができる。ん？黄金屋って最近聞いたな。あ、このタコの雷の模様、輪転する感じがうまく描かれている。まさに雷神が欲している永久そのものだ。 Wait, what? This place a firm grasp on the cyclicality and eternity, so dear to the electron. 知恵に捧げる草の模様、金木の年輪、それらが巧妙にタコの骨組みと融和されている。素晴らしい。水面のように金星の取れた正義、炎のように熱く燃える戦争、それからかつての標人の、細部まで成功だ。詳しいお客さんからたまに褒められるのも私の楽しみの一つだよ。Okay, before I continue, he said he pretty much complimented on the like the kites, like the creations that she made, right?So far, the only ones that he complimented are the Electro Arcan and the Cryo Arcan, which are pretty much Inazuma and Shiniznaya. Pretty good nudge for chapter 1. 金に関しては As for the payment, he said. 俺が払うよ。あれ？来た。講師。名前は講師だ。You ambushed us. まさか、偶然通りがかっただけだよ。偶然だって。勝利先生は相変わらずだ。支払いをするとき、いや、誰かが支払いをしてくれるとき、いつも値段を見ないし、財布の中身も見ない。だが実際は金銭の価値を理解していて、世間の人々の苦しみだって理解している。それなのに貧乏というものが分からず、彼自身がそうなり得る可能性を分かってない。もしくは金を持っていない自分を想像できないと言った方がいいかな。ありえない。よくここまで餓死せずに生きてこれたな。孔子殿は相変わらず冗談を言うのがお好きだ。
さて、タコも手に入れたし、次の準備だ。休息は不要だろう。操船儀式には物だけでなく人手も必要だ。不当の付近なら労働者を雇えるだろう。この金を持っていくといい。あと言わなくてもわかるよね。値切りは君自身がすること。勝利せ。 Sorry. 一歩遅かったな。何やら面白い情報を聞き逃したみたいだ。今度はもっとタイミングを見計らって登場しないと。やっぱりね。 It is him. Okay. First one. Who will it be? Toe. 仕事？いいよ。でも言っておくけど、俺は冒険者協会の候補メンバー。冒険か。山奥で儀式に使う象徴を捕まえるのはある意味冒険かもしれないな。え？それなら難しくないし、冒険者候補にうってつけかな。ブラ、うん、適正な価格だ。象徴5匹、うん、いいだろう。この値段で受けようよ。Really, dude? Like crystal flies, man. Crystal flies. It's not that hard. It's genuinely not that hard. Tack. 玉境台で1日雑用？問題ないよ。1日2万5000モラだけど。うわ、ちょっと高くないか？このモンドを救った英雄に免じて、少し安くしてくれよ。モンドを救った英雄？聞いたこともないな。Bruh. 英雄を知らないなら仕方ない。だがモラは知っているな。全額支払おう。Chill. Calm down. He asked for 25. I'll give him 15. How about that? Oh, damn it. その額なら、まあいいか。1日分の妥当な給料だ。Tick. Tick tack toe? Bruh. Okay. 労働者。いいぞ。俺はいつでも全力で仕事する。内容は何だ？そうだな。玉境台で木製の道具が少し足りていない。問題ない。なら2万モラでどうだ。 Wait, for a single trip? ああ。Bro! それでいい。No. 12,500. まあいい。悪くない額だ。受けてやるよ。Thank you. My God. He's so bad with money, bro. He don't consider anything. あれ、もう終わったんだ。残ったお金は返さなくていいよ。ファデュイのために働いてくれた人を損させるつもりはないからね。これっぽっちの小銭でオイラを買収できると。で、次の資金はいつだ？君たちがある情報を教えてくれたら、北国銀行の金庫を特別に30分開放してあげるよ。おお。何の情報だ？ Dude! 何の情報を欲しがってるのか分かるのか？モンドでファデュイの宿女が。さあさあ、何の話かな。どうしたんだい？様子がおかしいよ。勝ち？次は衛生校のために福袋に行くぞ。
あそこはリーユエ校で最も有名な薬庫。どうかしたのか？なんでもないさ。残ったお金は返さなくてもいいと言っただけだよ。ではこれで。怪しいよ。今恐ろしい殺気を感じたぞ。Commission others to finish your work. Okay. Clean Madame Ping's teapot. Figure out which perfume Rick's lapis is fond of. Ooh, okay. All right, where's the next one? Oh my god. Fuah, maji ka yo. Are? Are?カウンターに誰もいないな。雰囲気も怪しい。Wait, the BGM stopped. You know it's getting tense if the BGM stopped suddenly. のーい。誰かいるか？いらっしゃい。チチ。今どこからか声がしなかったか？カウンターの方からだったな。先に行ってみてくれないか？ It's Chichi! もう戻れないな。Hello!身長が低かったんだな。I have to go for this. I have to go for this. おい、オイラは飛べるから身長は関係ないぞ。Fair enough. ところで、彼女少し変わってないか？おでこに札があるし、まさか、キョンシー！ふぼくろへようこそ。ナナだ。ナナ？え？ナナは一度死んだ。仙人に助けられた。ドゥゾフ。キョンシー。ドゥゾフ is also count as a dead time。モンドだとこんなのありえないよな。それでお嬢さん、ここに衛星光はあるか？処方箋は持ってきた？衛生校なら処方箋はいらないと思うが。処方箋があれば薬用意できる。これはナナが自分に下した勅令。おそらく彼女の言う勅令に関係があるのだろう。キョンシーを動かすには勅令が必要だ。しかしなぜかこのお嬢さんは自分で自分に勅令を下しているみたいだな。処方箋はないが衛生口を用意してほしい。いいよ。あれ、急に協力的になったな。でもナナを手伝ってほしい。その方が公平。 I mean, I guess 店員が客を手伝うのは不公平なことだったのか？かまわん。こういう対等な関係も悪くない。リーユエにおいて取引の真髄とは相手の立場に立って考えることだ。じゃあ天光山に行って、奇襲機を使ってココナッツ羊を飼ってほしい。奇襲機、彼女が言ったものに俺は聞き覚えがある。奇襲機は昔仙人が天光山の上に建てた土方で、機関術の産物の一つだ。場所は天光古城園の間にある。自動的に巨大な魔物を迎撃するため外からの脅威を防げるんだ。勝利は本当にリーユエのことに詳しいな。そうでもない。例えばそのココナッツ羊なるものは聞いたことがない。ココナッツ羊は伝説の反戦の獣。え？それだけ？
うん、ココナッツ羊は伝説の反戦の獣。見た目はわからない。どこにいるかわからない。なんでいるかわからない。まあいい、まずは奇襲機の周りを探そう。もしかしたらそこに手がかりがあるかもしれない。ココナッツ羊、どんな生き物なんだろう。 Okay, well, V, and then where is it? Okay. It's right here, right? It's the ballista. What do we need to do with it, though?Inspect. Check. Okay. こんなに大きいのか。さすが、仙人が残したものだな。でも、どうやって使うんだ？動かすのにどんだけ力がいるんだよ。今は動かせない。壊れているからな。なんか？え？これ壊れてるのか？千年もの時が経っているからな。たとえ仙人の道具でもボロが出てくる。じゃあどうすりゃいいんだ。勝利、早くいつもの上流階級の豆知識でなんとかしろよ。OK。 ん？俺をなんだと。芝居と鳥の鑑賞以外何もできない金持ちの坊ちゃんじゃないぞ。そうだな、奇襲機が作られた当時、傷などの修復をするため予備用の材料が用意されていたはずだ。俺の知識が正しければ、この古城園の中に当時の備品室があるはずだ。 OK。 そこに保管されている材料と奇襲機の原理を理解できれば、修理も難しくないだろう。OK。 ってことは、勝利はその原理を知ってるんだよな。少しはな。材料が十分に集まったら試してみよう。おお、reliable。 OK。 備品室、備品室。That's kind of unlucky that I didn't know that, Paimon was gonna say anything and I looted, so I'm sorry. So, what is this for? Okay. Hmm. これだけ予備用の材料があればこと足りそうだ。修理してみるから少し待っててくれ。完成だ。奇襲機の構造は思ったより精密だったな。おお、それでどう動かすんだ。簡単だ。こうしてこうだ。ほら、No way! 望遠機能もついているぞ。No way! ここはいない。ここにもいない。おい、何してんだ。これは、この大弓を直したのか。何勝手な真似をしてやがれ。大弓ではなく奇襲機だ。それから質問をする前にまず名を名乗れ。見てわからないか。俺たちは宝刀団だ。OK。この辺りにお宝が隠されてると聞いてやってきたら、この機械の大弓が厄介でな。この間も山に入ったら兄弟がこいつに串刺しされそうになる始末だ。俺たちが命がけでこいつを破壊したってのに、ちょっと目を離した隙に直しやがって。お前ら許さねえ。痛い目に遭わせてやれ。私欲のために仙人の知恵を汚すとは。お前たちには教訓が必要なようだ。
oh, yeah, sure, enemies incoming, and they're just like, yeah, you know what, we're done. We're done. Nice. ものわかりの悪いやつらだな。We finally get a good Paimon face again. ああいった輩のせいで心を乱すのは損だぞ。七条との契約に集中しよう。の、そうだな。それで奇襲機を直したのはいいけど、標的のココナッツ羊はどこにいるんだ？先ほど奇襲機を使って探してみたが、この付近にはよく見る野生動物の他に注意すべきものはいなさそうだ。反戦の獣なら千人の道具を用いれば探しやすいはずだが。どうしよう。もう修理したんだし、そんなこと言うなよ。このままここで考えていても拉致が開かない。ひとまず不暴露に戻り、ココナッツ羊が見つからなかったことを告げ、相手の手方を伺おう。That's pretty true. そうだな。オイラたちだって力を尽くしたもんな。Okay, yeah, that was pretty late, but yeah, I'll take it. すまないが、契約は完遂できなかった。ココナッツ羊という反戦の獣に心当たりがないんだ。あ、がっかり。大丈夫だけど、がっかり。こんなしょんぼりするナナを見てたら、なぜだかすごく申し訳ない気持ちに。うん、ココナッツ羊のミルクは美味しい。普通の羊のミルクより美味しい。だからきっと反戦の獣。ごめん、ナナは記憶力が良くない。だからあのミルクの名前を書いた。探してみる。そうだ、これだ。美味しいミルク、ココナッツミルクだ。オッケー。え？すまない、二人とも。七条と対等な立場であるためによく考えもせず軽率な契約を結んでいた。なあ、大丈夫だ。勝利リエユエにも諸行無常って言葉があるだろう。誰もこんな結末予想できないって。あれ、ナナ何か悪いことでもした？ごめん、オイラは子供の夢を見せたい。お前に任せるぞ。I forgot I changed my name to that, so like I didn't I was, oh my god, I was so focused on playing co-op and like the event and stuff, right? So like it's just for the lulz, I changed my name to that. I forgot that it will pop up in like stories and okay. It's time to tell you where coconut milk comes from. It all begins with the fruit of the coconut tree. Nana が何やら考え出したぞ。有意義な人生の授業でしたね。Nana がお世話になりました。オロチマル！お前は？失礼しました。私はこのフボクロの店主、白術です。Okay. 店主はナナじゃなかったのか？この首に蛇を巻いた変わり者が店主？かわいそうに。
七でさえ十分単純なのに、それを上回る単純なやつがいるとは。ヘビがしゃべった。Nothing in Leeway surprises me. 喋るつもりはなかった。常連さんならまだしも、一元さんはびっくりするからね。でもこれ以上黙ってると、私は引き出しの中にいる蛇の干物たちと一緒だと思われてしまう。I wonder if you play on like the highest setting and whatnot, the lips will move. I don't know. こちらは調整。悪意はありませんからご安心を。さて、ナナのおふざけに付き合ってくれたことはさておき、皆さんがここに来たのは何のご用ですか？こちらに衛星光は置いてるか？ああ、衛星光ですか。もちろんありますよ。はあ、よかった。少なくとも無駄足にはならなかった。Where did she go? 300万モラで上質なものをご用意します。You might as well just rob the golden house! でも、今は七星が黄金屋を使ってるから、強盗は難しいと思うぞ。ふん、300万。特に気にしたことないが、一般的に見れば確かに少し無理があるな。そんな大金、オイラたちが払えるわけない。勝利ならもっと払えないだろう。確かに。どうすればいいんだ。また講師に助けを求めるしかないのか。I think that's not really a good idea, because last time he got pretty mad at us. 20 minutes? Okay. Nice laugh, bro. And you're like, dude, you're okay. Yeah, he's just facing there. What are you okay? あ、涙が出るくらい笑わせてもらったよ。さて、君たちのおかげで笑えたし、この問題は俺が解決してあげよう。白術さんかな。俺はファデュイの執行官、講師だ。今後のためにこちらと協力関係を結んでおくのも悪くない話だと思うのだけど、どうかな。不墨炉に必要であれば、ファデュイがココナッツミルクの仕入れ先をリサーチしておこう。あ、ファデュイはそういうのが得意だと聞いたが、このフボクロがただのココナッツミルクで買収できると思ってるのか？ココナッツミルク、ココナッツミルク、白先生、ココナッツミルク。わかりました、わかりました。では講師殿、よろしくお願いしますね。この衛星光も特別価格で299万モラにしましょう。What? Cheapskate? Dude, it's only 10k short. 300万と299万じゃそんなに違わないだろう。Exactly. 299万。特に気にしたことないが、普通に考えて、確かに300万より1万安くなった。さて、問題が解決したなら、そろそろ玉境台に戻らなければいけない。講師殿、店主殿、七条。ではまた。I just realized, like, he actually has a vision there. Is that our first ever... Oh, wait. 面白い奴らだ。こんなに笑ったのは久しぶりだ。Okay. それで、俺が来る前からここに潜伏していた君は何か聞けたかな？はい、講師様。彼らは七星が黄金屋に。なるほど、なるほど。行幸、それと七星ね。奴らが黄金屋に隠したいものなんて、先祖の亡骸以外に何があるというんだ？すまない。でも忠告はしただろ。リーウェには壁に耳ありということわざがあるとね。Well, that is true. He did warn us. Respecting cultural heritage.
I cannot zoom in. Okay, I'm just gonna zoom in. I'm gonna just try. 不思議な出会いでしたね。今後とも閉店をよろしくお願いしますね。カモを見つけたという笑い声に聞こえるわ。あんたたちも気をつけなさい。Okay. Put the everlasting incense in place. How about Kiki? よかった。ココナッツミルクが飲める。Okay, is that it? Again? 不思議な出会いでしたね。Okay. カモを見つけたという笑い声に。Why is it only him that has that sort of a...yeah, anyway. I want to see that. I want to see his vision. Yeah, it's Dendro. I knew it. It's Dendro. I think this is our like, first ever look at Dendro vision. Right? Look at that. It's an actual Dendro vision. Interesting. So what's his attack like, though? I'm actually pretty curious. Is he playable? Will he be playable?That would be pretty cool if he's playable. You know what? Let's take a picture with Shori. Why is there this thing? Oh my god. さて、これで労働者は雇えたし、衛生工の準備も終わった。儀式の用意がすべて整うまで、そう遠くないぞ。はあ、やっとだな。どうだ、旅人。この岩神を送別するための旅の中で、何か収穫はあったか？変わった？どうだろうな。旅人が見聞きしてきたことは、旅人自身がゆっくりと味わえ。そうだ。共に総選儀式を準備してくれた礼に、お前に地層をおごってやろう。ん？ああ、安心しろ。今回はちゃんとモラを持っていく。今夜、お前を市場でも評判の港の老舗へ連れていく。港の老舗？酒の店か？そうだ。埠頭付近の三杯酔いで待っているぞ。Okay. Ooh, Rexit! Okay, we've got two achievements, right? You failed to find the Kokogo, but managed to repair a mechanism, respecting cultural heritage. Okay. Prepare everything necessary for the rite of parting. Okay. Cool, cool. Right, so let's skip time. 18, right? Go to third round knockout.ああ、来たか。注文は俺がしておいた。ナイス、Thank you, man。この三杯酔いは、モンドの酒場とは違うぞ。ここの店主は、ジュースのような、空気の読めない注文を断るからな。So does this mean I can order wine? だから、お前には酒造団子を注文しておいた。Yeah, okay。皆様さえよろしければ。行幸様の軍玉閣のお話を再開いたしますよ。おお。おお、講談師がいるぞ。いい雰囲気の店だな。市場での評判を得るには、美味しい酒の他にも環境が大事だ。I didn't know that this was actually a restaurant. And there's like roofs. Okay. しかし、ここでいう環境と、テイワット観光ガイドに書かれるような酒場の環境は、別物だ。Interesting. 皆様ご存知の通り、この港の上には雲上の宮殿、煙火の暗宮があります。天へ届くかのごとし諸行とはいかなものでしょう。ご覧ください。これこそが行幸様が築いた天へと通ずる産業でございます。晴れた日に宮殿から外を眺めれば。絶景からいい上港の景色の大半を一望できます。Hello? 行幸様は何か大事があるたびに人払いをし、
3名の腹心だけを連れてこの軍玉閣を訪れます。 Oh my god! 腹心を連れて何をするかって、それは腹心に情報整理や書類の処理をしてもらうためです。書類が次から次へと壁に貼られ、それは多いほどいい。しかし白い壁が書類で埋め尽くされる前に行幸様は決断を下されます。その後彼女は全ての資料を細かく割いて紙切れを窓の外へと放るのです。その様まさに壮観。ゆらゆらと揺れ落ちるそれはまるで突如現れた雪と見まがうほど。紙切れに書かれた文字はこのリーユエの商人が見れば雪の上に落とされたインク、実に目に留まります。このような詩があります。ひょうひょうと雲上から落ちてくる雪、一辺の文字でも頂上なり、一年で山河を飲み込む勢いなり、天賢を尊ぶこと誰しもが知る。 Oh my god! Dude, I beg the audio doesn't fuck up. I beg, please. 行幸様が策を練るために用いた考えにどれほどの価値が終わりか。 Oh my god, I enjoy that. それが1枚や2枚、少しでも多く手に入れば行幸様の指の隙間からこぼれ落ちる利益を同業者よりも享受できる。天賢行幸、最近この名前をよく耳にするよな。リーユエの人は彼女の話をするし、ファデュイは彼女を嫌うし、先祖の亡骸を隠したのも彼女みたいだし、ゲーセン儀式でも一回見たような。一体どんな人なんだろう。やっと見つけました、絶雲の間から帰ってきたもの。おおおお、誰だ。待ってください、私は仙岩軍でもあなたたちを捕まえに来たものでもありません。 Who is this? 確かにリーユエ七世の使者ですが、私はカーン、月海帝の秘書です。あなたたちに会うためにここに来ました。 Is this cryo? I can't clearly see it. Okay, hi. I like her horns. Is she like not human? Like, Sucrose or whatever? 正確に言いますと本職は七星全員の秘書ですが、今回は一時的に行幸様の特使として参りました。 OK の、噂をすれば行幸の使者が現れた。絶雲の間から帰ってきたもの、この場で礼儀が十分に行き届いていないことお許しください。しかし私が持ってきたこの手紙は行幸様が天誅として正式に出された招待状です。 Really? あなたを空中宮殿に招待いたします。 Wait, what? 招待状だって。 Why? そうです、行幸様はこう言いました。彼を連れてきなさい。 Okay. 彼に会うわ。 Okay. 軍玉閣で彼と一緒に煩雑な暗流の糸を一本ずつ断ち切るから。 Oh my god, okay. Yo! Yo! Oh my god, it's done! あのカレーっていう使者glitched! 言うだけ言ってどっか行ったな。 Wait, it's glitched! Okay, it's not done. でもリーユエ七世から招待状をもらうなんてどういうことだ。お金持ちと会うんだから礼儀には気をつけておこうぜ。客人として軍玉閣に招待される者は確かに多くない。行ってくるといい。ああ、
操船儀式のことも忘れないでくれ。軍玉閣から戻ってきたら敵火州で落ち合おう。 Alright. うん、覚えておくぞ。終わったら敵火州で合流しような。 Alright. And now it's done. Farewell the Archaic Lord. Memory of... I just got the... Yo. Okay. So is that it? Where's the...Now listen here, MiHoYo. I know it's version 1.0, okay? But... Oh my god. Yo, okay. Final words, I guess. I don't know. I don't know what to say. Gyoko. Kanu.暗流の激しいこの数日間、かな I kind of skipped it, but I mean, dude, okay, I'm actually so confused as to like why and how, like, dude, really? No wonder people are pissed because they don't have any other quests. My god, no wonder they're pissed.Honestly, I thought there would be a lot more, but I guess not. Okay, well, we got that. Why is everything blurred? Even my character is blurred. What the hell? All right, well, that's the thumbnail. Okay, well, I guess...That's the end of the video. I guess we'll have to wait for 1.1, which is actually around the corner. Yeah, hopefully you guys enjoyed this video. Thank you so much for watching. I do appreciate the amount of views and like the amount of like attention my video has been getting. Like, honestly, I thought like the full version videos that I uploaded were like not that big, because like a few hundred views and whatnot. And then I saw my popular uploads and I was like,Wait, 1k, wait, what? People are actually watching my beta playthrough, and it's like 1k per video now. Well, not everything, but, you know, like a lot of views. So yeah, thank you so much for the support so far. Hopefully we can continue with, the flow of this. I'm still speechless, honestly, but yeah. Hopefully you guys enjoyed this video. Thank you so much for watching. It's been Sage.And I will see you guys. Later. Who are you today?